在东京的新宿发现了一件非常严肃的事情啊！这个店的招牌上写了，告诉中国人，本店的食材全都是福岛产的。我不知道这个店是什么意思哈，你自己想吃福岛食材没有任何问题，我不知道你为什么要带上中国人哈。我们现在打电话报警，问问这个老板什么意思。あ、事件です。どうされました？今新宿にいますけれども、ここに花ちゃんっていう居酒屋なんですね。外の看板なんですけれども、中国人へ当店の食材はすべて福島さんですって書いてありますよ。はい、お願いします。はい。中国人なんですけれども、はい、なんでこう書いてるんですかって。話させて。はい。はい、それはまあ聞いてみないとわからない話。はい。お願いします。はい。すいません。ちょっといないみたいなんで、もう一回来るまで。じゃあ待ちますので。はい。现在店主不在店里啊，我们跟警察一起等他。中国人へ当店の食材はすべて福島さんですってどういうことですか？わざわざ中国人に対して書いているっていうのに怒ってるのか、それともこの福島県産の食材を使ってることに対して怒ってるのか。いや、福島さんの食材はどうでもいいですけど、まあなぜ中国人へって書いてあるって。そういうことなんですか。まあ名指しで書かれていい気もしないのはわかる。もし店員さん来た場合でも落ち着いて喧嘩になっちゃうと。そのために警察官を呼びましたんですよ。お互い手出しちゃうともういいことないんで、一回落ち着いてください。等一会儿，等店主出来之后，我问问他这写的什么意思啊？对，就理由聞いてきたんですけど、やっぱりそうですね。要は中国人に対してっていうあれじゃなくて、ここに来る方のために、要はあの福島県産のものを使ってるから、もしそもそも入る前の段階として、あの中国人は断るじゃなくて。福島県産のが嫌なんだったらそもそもうちには入らないでくださいね。中国人としてこれは国籍差別につながると思いますよ。何がつながるんですか？なぜ中国、まだまず中国に知らせる、うん、福島県産の嫌がる方がいらっしゃるから、そういう人たちのためにここのお店自体は福島県産ご本人が喋ったんですか？あ、もうそうそうそう、聞いてもいいです。直接お話ししたらまたこうやって怒っちゃうじゃないですか。はあ、はあ、それはこれは消してほしいんですよ、マジで。もう一つの質問なんですけれども、すべての食材は福島さん、うん、っていうこと本当ですか？すべての食材は福島さんじゃない場合は詐欺じゃないですか。じゃこの中国人って書いた意図に関してはやっぱり詐欺方法とかで気にしている、はい、なんで特にまあ代表して中国人で書いてるんですけど、それがアメリカ人であろうとイギリス人であろうと、そうですね、これはもうお客様へとか、はい、それでもいいんですけど、なぜ中国人へ？特にニュースで最近そういうふうになってるんで、こういうふうに書いてる。それは国籍差別なんですよ。いや、かもしれないです。それはどう思います？どう思います？まあそれ差別されたんです。福島県産の食材を使ってるから、それだったら中国人の方、嫌な方もいらっしゃるっていうのであれば、そういうふうな書き方をしたってことだと言ってるんですけど。いや、納得できません、それは。でも納得できません。それはもう店の勝手な、もうお店の経営者の判断、権利があってやってることなので、警察がこれ、こんな書き方ダメだっていうのはできないんで、でちなみになんですけど、お話聞いたらこれ日替わりで結構書いてること変わるらしいんで、はい、また明日には書くこと変わるみたいです。今日変わります？じゃあお伝えはできるけど、はい、変われるかってどこか分かんないです。それはもう嫌だって言われたら、はい、それでいいです。ぜひぜひ伝えてください。うん、で どう思います？あ、よくないから。じゃあ書き換えるって言ってるんで、お願いしますよ。中国ですから。弁護士かな。そう。どう思います？良くないですね。良くない。国籍差別ですね。差別ですよね。はい。あれですよ。そうですよね。あなた方信用できないから民事だよね。じゃあ民事は民事で。そうです。警察さん。話してもいいです。いいですよ。雇うなら雇うで。話聞いてあげて立ち上げてもいいと思います。はい。それをあなた方が組織の権限ない。しないです。ね。はい。ああ、勝手に書いたんだ。ああ、変えましたね。はい、ありがとうございます。自由型書き換える。はい、ありがとうございます。はい、ね、はい。これで終わりで、はい、はい、はい、よろしいですか。はい、よろしい。あとお話聞くなら、はい、どうぞ。わかりました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。こちら弁護士の方ですので、どう思います？よくないです。書いちゃいけない。はい。嗯。经过我们和警察和店主的一番沟通啊，店主也是把那个牌子撤下来了。如果在国外，当你认为你自己被歧视，让你感觉到不舒服的时候，一定要勇敢地站出来反击啊！我们要用正当的权利去解决我们的诉求啊！每一个人都应该得到尊重。